ホリエモンチャンネル。はい、こんにちは、ホリエです。こんにちは、寺田由紀です。それでは今日の質問です。30歳前後の子育てをしているパパママと70歳以上の高齢者の医療リテラシーの低さを感じている薬剤師です。この世代は軽度な症状でも週に 2,3 回通院する方も珍しくなく、このような時間もあり、窓口での自己負担が少ない方たちは医療保険制度を惜しみなく利用し、国民医療費って何のこと、とりあえずお金がかからないからジェネリック医薬品も使わないでって感じです。そもそも医療リテラシーの低さは国民皆保険制度の副作用みたいなものですが、国民医療費が40兆円を超えているにもかかわらず、財源の危機感を持っている人はごく少数派です。ごく少数派です。医療リテラシーを向上させるためには、もはや自己負担の割合を上げていくしかないのでしょうか、という質問です。はい、はい、ということで本日のゲストをご紹介したいと思います。アフリカ版置き薬で健康を届けるアフリメディコ代表理事の町井恵里さんです。お願いします。そもそも青年海外協力隊でそのアフリカに行ったのは何でなんですか？昔バックパッカーをやっていて、そこからこうボランティア、マザーテレ、インドのマザーテレサのところでボランティアをしたのが一番最初で。マザーテレサのところでできるんですか？できます。こう死を待つ人の家と、あと個人の家とかこう分かれているんですね。そんな広い施設なんですか？そんな一個、まあ、家みたいな感じなんですけど。テレサすげえな。テレサすげえですね。テレサそんないるんだ。そうです。そこでちょっとボランティアをしたのがきっかけで、でボランティアに目覚めてしまって、でそこから楽しいなと、はい、いいことですね。なんといいことして、なんかできる、自分になんかできることがあるかなって思って、そこから青年海外協力隊に行きました、ね、そういうのいいですね。いいですかね。でそれでアメリカ、アフリカに行ってこういう、はい、ね、いい事業を立ち上げるっていうのは本当素晴らしいですね。すごい、みんな支援してよ。本当ですよ。アフリメディコさんで調べてみてください。支援もね、そしてボランティアの方も募集してるみたいなんで、あと薬剤師さんもね、うん、そうです、はい、ということで今回の質問がちょうど薬剤師さんでしたね。はいはいはい、はい、ということで質問の回答いきましょうか。はい、はい、私はこう答えました。予防医療普及協会でその活動をしています。この間も、ツイッターで議論になりましたが、既得喧騒の、反発がすごすぎと。はい、あんまりお金がかからない人たちが無駄に通院をしてるってことでしょ。そうなん、なんか高齢者の人とかだと本当話し合いって探しで来てますみたいな人、まあ多いですよね。うん、だからそれはまた別で考え、あの解決しなきゃいけない社会的問題で、うん、いくつか多分アプローチあると思うんですけど、まずそもそもその社会性、社会的な活動ができるようなコミュニティ作りをしてこなかった、うん、まあ、ある意味自己責任的な部分もあるんだけど、まあ教育がそういう教育になってるからしゃあないっちゃしゃあないっていう、例えばほら普通のね、いわゆる一般的なこう中流家庭みたいな人たちのライフスタイルってどうなってるかっていうと、うん、あの、まあ、大学出て、で会社に就職して、同じ会社で60歳とか65歳で定年になって、でも子供ね、子育て終わって、子供は家から出て行って、で奥さんと、まあ、旦那 で奥さん専業主婦でみたいな感じだったとすると、うん、離婚してじゃあ妻に先立たれましたみたいな感じになると、うん、友達いませんみたいな、だからもう行くとこないんだよね、うん、だから普段からなんか趣味の、いくつか趣味を持つとか、うん、なんか会社以外の、まあ、わかんないボランティア活動するでもいいし、うん、そういう仲間を複数持ってると、うん、誰かが相手してくれるというか、それもね、同じ世代だけじゃなくて、いろんな世代の人たちと交流する、若い人たちと交流してれば、ね、その人たちがどんどんいなくなるってこともないし、だからなんか医療の問題というよりは、その社会制度の問題なんだと思いますよ。ということで、そういう感じですかね。そんな感じです。はい、ということでじゃあカメラに向かって最後告知をお願いします。アフリメディコです。私たちは、認定 NPO を目指してますので、ぜひ100人のメンバーになっていただければと思います。検索してぜひ寄付をお待ちしています。
100人の方がいらっしゃると、はい、認定の NPO に、はい、あなれるんですね。そうなると寄付の控除も受けれるので。なるほど、はい、ぜひ皆さん興味を持たれた方はぜひアフリメディコさんで調べてみてください。ということで本日も HI ニュー、ニュースをいきたいと思います。堀江さんのですねサロンのですねニュースですね、 HI ニュースいきたいと思います。ビットコイングループではビットコインだけでなく、NEM XEM など他の仮想通貨の情報が日々更新されています。買っていた仮想通貨が円での価値で倍になっていることも。まだ取引したことがない方は HIU に入って仮想通貨デビューということで、今すごい上がってますからねビットコインが。うちのサロン多分ね2年半ぐらい前からビットコイングループってあるんですけど、その頃に情報を得てた人たちめっちゃ儲かってると思います。あそうなんですね。それをそこでちゃんと買ってた人は。うーん、寄付も私たちもビットコインで今回集めるとか。ああいいと思いますよ。でビットコインで集めるとその世界中から集めやすいというか、そういうのはあると思いますね、はい、ぜひ興味ある方は堀江さんのサロンへ参加してみてください、はい、ということでこの番組が面白いと思ってくれた方チャンネル登録お願いします。堀江さんの意見に賛成か反対かのアンケートも答えてみてください。あとメルマガに登録いただきますと堀江さんが全質問に答えてくれますので、ぜひ皆さんメルマガ登録お願いします。はい、それでは本日もありがとうございました。メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。どう？